おはようございます。はい、どうも、意外とギワチンです。はい、今回もですね、僕の夏休みやっていきましょう。本日は4日目、また遅刻しました、僕くん。はい、ラジオ体操。はい、1、2、3、4、よう、チキチキ、よう、チキチキ。はい、テンポに乗って、リズムに乗ってやっていきましょう。これ、毎回ね、僕くん遅刻してるけど、起こしてくれないのかな？その辺意外と厳しいですね。はい、終わり。見られましたね、優作に。何遅刻してんだよ、みたいな感じで。はい。ねえ、調べが面白いところ教えてあげるよ。お、マジ？え？面白いとこ、こんなに山ほど案内してあげる。だから、いっぱいたくさんとびきり感謝するのよ。お、感謝する。あんたより、ここ、長いんだから。ちょっと面白い。普通に笑っちゃったわ。じゃあ、いただきまーす。いただきます。調べちゃん嬉しいんだろうね。なんか、本当に僕くんが来て。自分が一番年下でなんかね、迫害受けてた感じだから。ごちそうさまでした。ちょっとね、今ね、寝起きで。ねえ、じゃあ、そろそろ行こっか。お、マジ？嫌なの？調べが一緒に行ってあげるって言ってるのに。嫌なの？嫌なの？かわいいね。ちび娘、あんまり無理言うんじゃないの。あ、その名前を言ったな。ちび娘。ダメでしょ。あ、調べがあんまり言うこと聞かないから地雷踏んじゃったね。じゃあ縁側で待ってるからね。うわー、バヨーンビャビヨーンみたいな、ラッキーマンっぽいね。うわー、ちょっとね、今ね、小学生の時思い出した。こういうのめっちゃめちゃ嬉しいんですよ。めっちゃ嬉しい。うわー、もうほんま嬉しい。あー、いた剣棒って言うんや。やっと来たんだ。私鉄味な女ね。いや、ほんと。じゃあ、調べの後、タタッとついてきて。とりあえず、橋のとこまで行ってるからね。やったね。この罪な女ねとかもね、ドラマを見て覚えたんだろうね、多分。私には、これがなんだか恐ろしく手間のかかる生き物との人生で最初の勝負。うん。ね、まあ、おませだからね、女の子は。でもね、こういうのほんとにね、嬉しいんですよね。じゃあ行こうか。あ、そうだ、朝顔、忘れるとこだった。紅葉してたからね、気分が。ダメダメ、やらないとね。はい、ニーキックじゃないけど、オッケー。雑なやり方でね、上の方かかってんのか、あれ水。いや、ほんとね、嬉しいんですよね、こういうのって。ちょっと待て、やばいね。ちょっとドキドキだよ。僕もこう、なんかね、思い出してきたぞ、小学生の時のこの淡い。ボロッチだったの、うちのお父さんが今回直したんだよ。へえ、大工さんみたいなんだ。このちっちゃい川はね、雪の川っていうのよ。へえ、そうなんだ。ねえ、雪って雪？うん、お空から降る雪。へえ、ここは雪が降るところなんだ。あんたのとこはちっとも？あ、そうなんだ。うん、たまにしかね。ふふ、かわいそうね。でも本当はホタルがポコポコっとたくさん生まれる川だから雪の川って名前になるんだって。なんでかな。あ、なんでホタルがポコポコって雪って名前になるのかな。確かに。そう、なんでなんだろう。教えて、調べちゃん。知らないんだ。知らないわよ。あんたにだけはどんなことがあっても教えちゃいけないって。え、お父さんに絶対言われたんだから。嘘でしょ。ゆうさくそんなこと言わないでしょ。絶対に秘密なんだから。なんでだろう。あ、あの、ホタルの一件ではゆうさくちょっと僕ちょっとイラッときてるからね。てかゆうさくすごいな、ここ。こんな直せるんだ。あ、ちょっとね、あの、見直そうかな。うん。やっぱなんじゃこりゃって言ってるだけあるよね。小学生の頃はね、女子とこう、仲良かったよね。比較的良かったと思うんだよね。中学生の頃よりかはこうね、なんか、何気ない話とかできたようなね、気が、あ、このお地蔵様はね、うん、え、何、何なの、え、え、小吉。いや、なんか蹴ったよね。あら、あんたと一緒だと最低だわ。一緒だったんだ。これは占いができるお地蔵様なの。あんたもやってみる。特
別に許可するわ。しらべちゃんが許可するとかそういう問題なの。今顔面蹴ってたよね。お地蔵様を叩くなんてできないよ。叩くとかじゃなかったよ。じゃああんた私にぶん殴られたいの？いやいや、何その二択。アウトレイジ見たでしょ、しらべちゃん。お地蔵様、ごめんなさい。やばい。やるか。あ。あ、それぐらいだったらいいよ。うん。小吉、一緒だ。じゃあ、冴えないわね。気に入ってるよ。どこ行くんだ？よし。こっちか。そっち行ったね。ちょっと待って、なんか。ミルコクロコップ張りのハイキックかましたよね。じゃあ、夏休みの思い出のコメントね、いくつかいただいたので、じゃあちょっと読んでみましょうか。初めて海に行った時、しょっぱくて二度と入るかこんなもんと子供ながらに誓った記憶がありますね。なるほどね。あのね、ここで衝撃的な多分ね、発言だと思うんですけど、僕ね、海にね、行ったことないんですよ。多分行ったことない。あるのかな？入ったことないような気がするんですよ。そのね、しょっぱいっていうのをね、なんかね、覚えてないってか知らないんですよ。うん、仕事でちょっと海に行ったことあるかも。あるかな。てかしかも海っぽいとこに行ったけど、琵琶湖はねよく行ったんだけどね。あれ、この辺じゃないのかな。あ、いた。遅い。レディを待たせるなんて本当にダメな人ね。ごめんなさい。まあ調べはとても優しい子だから特別に許してあげる。この花はね。ね、何？え、何？中の蜜がとっても甘くて美味しいの。昆虫気分が味わえるんだ。昆虫になる。あ、本当だ。ありゃいいね。ね、なんて花なの？知らないんだそれ。確か。ちび娘。紫チューチューっていうの。いや、絶対違うだろう。そうなんだ。そうだよ。じゃあ次ね。花を発見した人がチューチューさんっていう名前だったのかな。いや違うだろうねそれは。絶対嘘だと思う。あ、いた、なんかおばちゃん。あれ、おばちゃんだ。二人が仲良くしているところを写真に撮ろうと思って、ここで待ってたのよ。恥ずかしいな。うちのお母さん昔東京でカメラマンやってたんだよ。すごいでしょ。すごい。カメラマン？でも助手だったのよ。一人前になる前に結婚してここに来ちゃったよ。さあさあ、なるほどね。別に夢破れたって感じではないのかな。よし。はい、お父さんが好きなのは日本酒。じゃあ写真ができたら見せてあげるね。うちに帰ったらゆずきさんにも見せてあげるんだよ。喜ぶわ。はい。ゆずきって、ゆずき誰？うちのお母さんだよ。え、そうなんだ。ちゃんといい子にしてたって、お母さんに教えてあげなきゃね。じゃあ、二人とも仲良くするのよ。はい。僕は仲良くしたいんだけどね。しらべちゃんがちょっとツンデレだからね。ゆずきってめっちゃ可愛いじゃん、お母さんの名前。そろそろしらべも帰ろうかな。早っ。この先は橋が落っこっちゃってるし、あっちの方はでっかい蜂の巣があるし、はあ、あんたはスイカ畑の見張りでもしててね。あ、スイカ畑。え、もう終わり。調べちゃん、お酒楽しかったよ。じゃあね。ありがとう。あ、なんか今可愛かったね。いや、ちょっとね、僕でもあんたまでちび娘って呼んじゃやだよ。それなんか押すなよみたいな、こう前振りのように聞こえるんだけど。言えってことかな。ちょっと待って、本当に言われて嬉しいのかな。よし。僕もね、こう小学生の時に女の子にね、こう思い出としてちょっとね、好きな女の子がいて、めちゃくちゃ仲良くなって、でその女の子にこう好きな人誰みたいな、なんか半ば確信犯的に聞いたのよ。誰みたいな。そしたら近くにいる人みたいな言われて、でもしかして、え、俺のことみたいな言ったら、そうみたいな言ってくれた記憶があって、お、あった。ツバメシジミ。これもタートルタイガーみたいな感じの。昨日タートルタイガーの編集ミスすいませんでした。そうそうそう。で、付き合ったんだけど、付き合ったで、なんかね、逆にそっけなくなっちゃって、小学生の話ですよ。付き合ったって言うのかな、あれ。そんな思い出があるな。でもその女の子ね、いろんな男の子とこう仲良かったりしたから、これ絶対強いやつ。鬼ヤンマか。鬼ヤンマ。ちょっと待って。うわ、よし。
お、夏あかね。なんだこれ。冬あかねとかいんのかな。あかねって可愛い名前だね。よし。そんな感じがあったな。懐かしい。あ、スイカ畑。誰かいる。え、泥棒じゃねえのあれ。おい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 。スイカ泥棒はいかにも腕っぷしの強そうな地元の子供だった。そして私のいつもの癖が なんだ。あ、くしゃ。誰かいるのか。え、やばい、見つかる見つかる。やばいやばいやばい。もうダメだ。そう思ったとき、何これ、怖っ。サイレン思い出したわ。え、なにこれ、なんか来んの。シンゴジラ登場。ちょっと待って、なにこれ。え、ち、山犬でも降りてきたか。あ、そういうこと。あ、なんか知らせとかいう感じではなかったんだ。結構堂々と盗んでたね。その雄たけびはどこか遠く深い山々の奥の方から、はい、夏の里山の騒々しさとはまるで不釣り合いに寂しく、そして悲しく響いた。ふんふん。え、なんかあれは何だったの。あ、助かったってことでいいのかな。ちょっと待って、スイカ盗まれたのかな。うわー、まあとりあえずは助かったね。でもあの少年といつか出会うのかな。まあいいや。あ、そうだ、蜂の巣もう一回見に行こうか。なんかイベントありそうだもんね。行こう行こう。じゃあ夏休みの思い出、ちょっとね、小学生の時長野県の山奥にある友人のおばあちゃんの海に毎年行ってましたと。少し年上のお姉さんや素手で飛んでいるハエを潰す おばあちゃんがいて、とても新しかった。素手でハエを潰す。確かにね、おばあちゃんってすごいよね。僕のおばあちゃんなんかさ、カマキリとかが出たらさ、足で踏んづけて殺してたらしいからね。すごくない。おばあちゃんってやっぱ精神的にやっぱ誰よりも強いと思うわ。うん、ね、尊敬する。この辺、あ、ここやってみようか。いやあ、ちゃっ、あく、うわ、その大きな蜂の巣はぐらぐらと揺れて、あと数回竿でつつくだけで地面に落とせそうな感じだった。ああ、また来よう。じゃあ、はい。で、ある年そのおばあちゃんが運営する小さなゲートボール場で友人と遊んでいたら、友人が振りかぶっていたクラブのヘッドが近くに通り過ぎていった。僕のおでこに直撃と。やばい、すぐに冷やしてもらいとか。大事には至らなかったのですが、今でも眉上5センチのあたりが少しだけぷっくりしてる。あざになってると、傷になってるんだ。ただそれを触るたびに子供の頃の夏休みの楽しかった思い出が蘇ると。なるほどね。苦い思い出もこう一緒になってね、いい思い出になると。なるほど、そういう。僕もね、こう小学生じゃないけど中学生の時に、なんかちょっとやらしいいかがわしいサイトの架空請求を架空請求っていうかね、僕がちょっと見ちゃって、ワンクリックしちゃって、2万円くらいのね請求が来ちゃったんだけど、あ、待って、いたね、いたよね、この辺。あ、これよし。お、草切りか。あ、懐かしい。キリギリスっぽいですね。で、なんかその架空請求みたいなのが来て、でめちゃくちゃ困って親に頼み込んで、払って、頼む、殺されるみたいな感じで頼んだんだけど、結局大丈夫だって、無視してね、携帯解約してかな。それでまあちょうど解約したかったから、新しい携帯にしたかったから、新しい携帯に変えたっていう記憶があって、あの時はね、本当にね、自分がこう死んでしまうんじゃないかとかさ、それぐらいこう一世一代のこうなんだろう、出来事だったんだけど、あー、モンシロチョでかいな。だからそんな感じで、その時は最悪の出来事でも、今思い返すと、なんだろう、テニス部の時のね、合宿のモンキチョの思い出とか、合宿の思い出とか、友達のね顔とかね、楽しい会話とかも一緒にね、そんないい思い出も一緒に付随してね、
思い蘇ってくるので、一概にあここで魚釣りしようか、うん。だからね、いい思い出も悪い思い出もいい思い出ってのはすごくわかるね。はい。ああ、いっか。はい。ポケットに入れたら、あれか。あの、虫かごを捨てたら自動的に。今日こそ。今日あいつでかいから釣れないのかな？よし、今日こそ釣るぞ。待って、餌確認させて。あ、違う。これで。はい。はい、じゃあここでちょっとコメント見ますか。夏休みといったら宿題の多さは夏休みの最終日にしかしてませんでした。いや、それな、めちゃくちゃわかる。31日がもう宿題する日みたいな感じでしたよね。うん。なんか常にこう欲望とのね、戦いですからね。欲望に負けると、こう31日に全てが来るという感じですね。移動して、さ、こっち行って、もう一回戻ったら、あ、やばいやばい。ちょっと待ってよ。あ、いた。あいつ絶対する。ちょっと今日はね、根気よくやってみましょう。はい。はい。うん。確かにカブトムシは昔多かったな。ミヤマクワガタとか、今全くいない。お、いない。僕も好きな虫なんだけどね。小学校低学年の頃、めっちゃカブトムシ捕まえて家に持ち帰ったら、全部 G だったみたいで、おかんが絶叫したのが嘘だろ。それわかるだろ、それ。ぬめっとしてるし、ちょっと柔らかいでしょ。どうな。ちょっとちょっと、マジですかそれ。そう、お母さん、絶叫、うちの子供やばいんじゃねえかと思ったんじゃない？まあ、確かに違い、子供の頃は分かんないかもしんないね。うん、今は違い分かるけどね。うん。ちょっともっと違うやつ、ちょっと待って待って。優作来るなよ。マジで優作来んなよ。ちょっとほんと、ごめん。優作ちょっと、家で、寝ておいて。ちょっと違う。ああ、これ絶対釣れるやつ。絶対釣ってやるぞ。絶対釣ってやる。多いぞ、多いぞ。なんか、雑魚っぽい魚が多いぞ。行くぞ。はい。ちょっと待って待って。これはいけるんじゃない？来た時に丸押してみようか。あ、釣れた。ヤマメ24。わあ、なるほど。丸を押すのか。ええー、なるほど。わかったぞ。タイミングよく押すんだ。なるほど。いいで、いいで。これ楽しくなってきた。ふぅ、ふぅ、ふぅ。大量大量。ヤマメ 30.60。30.6。わかったわかった。ちょ、これ、いけるんじゃない？じゃあ。ちょっと楽しくなってきたぞ。ほら。もう、ダンタって、あ、ニジマス。デジマスっぽいけど。いいね。よし、待て。これ大量だ。あ、逃げていったぞ。ということは、でかいやつもいけるってことか。ちょっと待って待って。うわぁ、めっちゃ楽しくなってきた。あ、コツ掴んだらめっちゃ楽しいんだよね。自転車と一緒。僕も小学3年生ぐらいの時に自転車乗り方覚えてね、乗ったんですけど、それまでは自転車がめっちゃ苦痛だったんだけど、一度ね、乗れるようになったらもうほんと楽しくて、前かこう、意味もなくさ、自転車乗ってコンビニ行ったりとかしてたもんな。それと一緒。僕意味もなく今魚釣ってる。一応魚返してるんだよね、これ。ほいほへへへちょっと全部なくしてやろうぜ、この。いや、なくなってるってことは、僕くんこう、ポケットに入れてんのかな。べっちべちやん。ってことは、でかいやつも釣りたいよね。よし。よし、あと一匹だぜ。この川の主はお前だ。君しかいないから。あ、もう、刺してるね。おい！よーし！完全制覇。はい、もう、魚いなくなりました。
よし、いやー、ちょっと待って、もう一回さ、こう戻って、来たら、いいんじゃないか？あ、あー、あれ、あ、あの魚、絶対いいやつ、いいやつ。これこれ。よし、山立茜、ちょっと、虫かご捨てるでしょ。よーし、待って、やろうやろう。あ、さ、あれちょっと一緒だね、魚。もうちょっとさ、いっぱいでかいやつが来るまでこう往復してみようか。一緒だね。あ、あ、虫虫。虫キング。ほい。うわぁ、銀ヤンマ来た。うわーし。うわぁ、嬉しいぞ。やばい、今日はついてるついてる。あ、でかいあいつ。あいつ釣る。あいつ様も絶対もうこの手によって、私のポケットの中に入れてやるぜ。えい。お、フェイントかけてくるとは、なかなか。うい、よし、来た。ヤマメかい。ヤマメー。ヤマメーだよ。ちょっともう行こう。ああ、はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができていまーす。できていまーす。脳天にさ言わなくてもさ、脳に語りかけるように。お、カレーライス、何あれ。じゃあいただきます。いただきまーす。はい、何何今日ねえ。あの言い方ちょっと怖いんだよ、ゆうさかの言い方さ。あ、なんかさ、ちょっと待って待って。はい。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。よし、今日は何食おうかな。あ、今晩も暑いね。そう、クーラーないもんね。じゃあ、かき氷でも作りましょうか。マジで。かき氷のシロップは何が好き？ねー。ちょっと待って待って、これリアルでいい？リアルで言うと今はね、イチゴな気分。じゃあ、すぐに作り始めるからね。ありがとう。よしよし。あー、かき氷。なんかこう、数年食べてないような気がするぞ。じゃ、かき氷の、あ、あー、なんか見てる見てる。ちょっと。かわいい、二人とも。僕を見て。僕を見るんだ。座り方かわいいよ、萌ちゃん。かき氷ってカロリーが少なくていいな。あ、そうなんだ。カロリーって何？みたいな顔してたね。主食にしたいな、これ。え、食べてんの？もうこれすでに。え、僕には見えてないの？幻のかき氷じゃないんだろうね。あ、ごめん。今日はたくさんいっぱい楽しかったでしょ。うん。今度はもっと遠くまで連れてってあげるよ。うん、うわ、嬉しいね、本当に。え、今は7時10分かな。はい、よいしょ。どれぐらい時間進むんだろう、これ。こっち行ってこっち行ったら、うわー、30分進むんだ。なるほどね。じゃあ、ゆうせいくんに話しかけるか。はい。僕くん、この辺の池や川で釣りをするときは、はい、水に落っこちないように気をつけて。あ、もしかして落ちるのかな。この辺はほとんど釣り人が入っていないから、ものすごい数の魚がいるんだ。うん、水がきれいで魚がよく見えるときは、魚の動きを見て合わせのタイミングを取るといいよ。はい、もうね、そのことについてはね、あまりよく見えないところでは目印に軽い浮きをつけるといいかもしれないな。でも魚から僕くん自身が、あ、なるほどね。まあね、魚釣り名人にね、そんなことを言うとはね、君も大した男だ。もう僕はね、誰にも指図されないのだ。今日の晩御飯は、はい、春巻き、あ、八宝菜、スープに豆腐サラダと中華でまとめてみました。麻婆豆腐みたいな感じ。八宝菜か、あれ。なるほどね。はい、トイレ行こう。よし、じゃあみんながいるところで、こいつ、あ、時間が進む。みんながいるところであえてこうトイレをして、扉を開けっぱなしにするという。この音を聞け、 ASMR。 よし、そして、じゃあ一番風呂入るか。かき氷結局作ってくれたんかな。
よし。よし。よし。かき氷食べて一番最初に入るぜ。あ、白いパンツが懐かしい。あれね、ブリーフからトランクスにこう変えるタイミングってありますよね。なんか知らんけど、小学生低学年の時とかに、誰かがトランクス履いてんだよ。で、最初はそれバカにすんだよ。なんだよそれ、なんなのダサいなとか、なんだもう調子乗ってとか。でもどんどんそれがね、普及していって、逆に今度はブリーフ履いてるやつがこう糾弾されていくと。よし、いや虫のやつね、虫。うわあ！よし、あ、銀山、これはもう、やばい、殺したくないよね。池の周りが縄張りなんだ。トンボのくせに生意気なやつ。え？どういう解釈？あ、こいつだよね。これも結構なんか可愛いんだよね。やば、虫といえばさ、あ、トンボといえばさ、アマタテ、あ、アユタテアカネ。トンボのくせによく見ると本当に眉毛があるんだね。びっくりしちゃった。トンボのくせにとかさ、トンボに対してなんか恨みあんのかな？僕くん。よし。ツバメシジミに、ツバメ色でツバメの、ああ、わからん、あれ。ついた羽。だけど、渡りはしないんだ。なんて読むんだろう、あれ。僕くん、小学生なのにすごいね。はい。はい。草切り。湿っぽい草原が好きなんだ。夜になると、じーっと連続した声で泣くんだよ。もう泣きません。はい、夏あかね。これ出してないな。夏あかね。成熟すると頭から尾っぽまで真っ赤になるんだよ。夕焼け色の赤トンボ。ほう。赤トンボの羽を取ったら柿の種。あれ？こんなぐらいかな。虫塚みたいね。おー、結構集まったね。集まったか。全然集まってないな。ここの赤いのがレアなのかな。よし。じゃあ今日はあんまりそうすることないので寝ようかなと思います。明日寝坊しないようにね。よし。じゃあこの辺で寝たいと思います。ではまた明日。なんだろう日記。今日はデートかな？魚釣りかな？どっちだろう。はい。おやすみ。ちび娘と一緒に野山を歩いた。お日様さんさん僕らテクテク。風がとっても気持ちいい。ちび娘って結局言ってんじゃん。お日様さんさん僕らテクテクってね、韻踏んでていいね。お日様さんさん僕らテクテク、心ウキウキみたいな感じか。よし、ということでおやすみなさい。おやすみ。あー、今日も一日短かった。ただ僕の一日は始まる。はい、というわけで今回はここまでとさせていただきます。今日は結構いろいろありましたね。デートしたでしょ？で、泥棒と遭遇仕掛けたでしょ？あと魚釣り、ちょっと極めつつある。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価を押していただけると幸いです。あとね、明日は生放送するかもしれないので、よかったら見てください。それではまた明日。バイバイ。